はい、どうも、秋葉です。今日はですね、統一教会と菅前首相の関係とかですね、あと今日は、コメントとかでね、何度か依頼されてたんですけども、久石様の生まれた時の記事とかを、取り寄せてほしいって形であったんで、国会図書館から取り寄せてみました。これはね、2006年10月のサンデー毎日の記事ですけども、そこでちょっと川島達彦さんのお姉さんとかも登場したりとかね、その美智子様の悪い部分を吸収したのかなとか、そういったことなんかを扱いながらやっていこうと思います。そしてね、皇宮警察のパワハラの実態とか、不審者が侵入した事件とかね、なんでそういった事件が起きたのかっていう形の話題とかですね、あとエトサトラジャパンさんの留学生向けの2年生 JD 特別コースの話題とか、あと佳子さまの本命のからしの話題なんかも扱いながらやっていこうと思います。統一教会の問題で山際大臣が辞任をしましたけども、まだね、統一教会にズブズブの議員は多いんでね、しばらくこの追及は続きそうですね。そんな中で、この統一教会と菅前首相の関係についても、いろいろとこの問題があるようです。当然ね、安倍晋三元首相と菅官房長官って形のポジションでね、ずっとやってきたわけだから、関係がないわけがないんですけども、山際大臣が辞任をした日に、立憲民主党の江田憲司氏が、Facebook でね、菅前首相に関する投稿をしたようですね。江田憲司氏は2000年に神奈川県から自民党としてね、菅前首相に口説かれて出馬をしたようです。ただ落選して2002年の補欠選挙で自民党ではなくてね、無所属で出馬をして当選したようですね。実はこの2002年の補欠選挙で自民党として出馬をしたのが山際大臣だったようですね。ただこの山際大臣が落選をしたわけですね。それでそこから統一教会との接点ができたっていうことで、この地区にはこの統一教会の大きな教会とかもあるようです。そしてね、神奈川県勝共連合の本部とかもあるようです。江田憲司さんが2000年にね、自民党から出馬した時には、選挙の時に衆議院選挙対策本部に当たり前のようにね、統一教会の信者が入ってきたようですね。ただその時に信者を排除したようです。この神奈川県は菅前首相が一番力を持っているんで、菅前首相がね、統一教会を動かしてたんだろうということで、現在この9人、神奈川県選出の自民党議員がいるけども、これがね、濃厚に関わってるだろうということですね。実際このマザームーン山本議員とか酒井学議員とかもボランティア支援とかを受けたこととかね、関連団体の会合に出席をしていたことも認めているようです。さらにこの統一教会から組織的に支援をもらってたって形で言われている北村恒夫議員とかも、菅前首相がね、いろいろと統一教会を動かしたって形で言われているようですね。しかも2017年に統一教会の北米大陸会長が乱立した時に、菅前首相が招待したって形で鈴木エイト氏は指摘しているようですね。統一教会はね、今後この解散命令になるにしてもね、どんな展開になりますかね。ちなみにね、コメントとかで何度かもらっていた久石様の生まれた時の記事をね、取り寄せてほしいって形だったんで、ちょっと国会図書館から取り寄せてみました。2006年10月のサンデー毎日の記事ですね。久石様の名前はゆったりとした気持ちで長く久しく人生を歩んでいくって形の気持ちを込めて久石とっていう名前にしたようですね。端正な顔立ちで紀子様の母乳を飲んで、すくすくとね、成長されているって形で紹介されていました。上皇ご夫妻はすごく喜ばれているということで、美智子様がベビーシューズを乗した花籠を持って行かれたんですけども、箱には入れずにね、直接、自分で持たれてメディアに見せてパフォーマンスをしていたようですね。花籠には白い小花と緑の葉っぱをアレンジしたシートの上にね、可愛らしい白のベビー靴が片方だけちょこんと乗ってたようですね。この片方の手術ってのがよくわかんないですけどね。ヨーロッパの出産祝いとかでもベビー靴を送るっていうことはよくあるようですけども、片方ですからね。しかもこの歩き出すのはまだ先ですからね。佳子さまとか眞子さんが生まれた時には銀のスプーンを送られたようですけども、その時もね、特にこのパフォーマンスとかはなかったようです。だからこのメディアの前で美智子さまがパフォーマンスをするのは異例って形で書かれていました。花のね、アレンジメントは千代田区にある高級用品店が用意したものっていうことで、美智子さまのね、帽子の上にある飾りとかも、ここからかもわかんないですね。紀子さまは子育てについて美智子さまのアドバイスを、ずっと聞いてきたようですね。眞子さんや佳子さまの時の子育てもね、美智子さまに聞いて、おむつも紙おむつだったようですね。別にね、それぐらいはこの今の時代に合わせてこの変えればいいと思うんですけどね。ちなみにね、この頃からかなりこの美智子さまの褒め記事とかも書かれてますね。美智子さまは今の時代の祖母力を理想的に発揮をされてるんじゃないかっていうことで、自分の人生経験を生かしてっていうことで、美智子さまは旧来のしきたりにとらわれずに母乳を与えたりとか食事を作る改革をされたって形で紹介されていました。さらにね、ご自分で経験された理不尽なことは子供たちや嫁にね、伝えないようにする姿勢も見えて、紀子さまはお手本にされたっていうことで、その結果が盗作作文とか裏口入学っていうことで、前例にね、とらわれない手法で箔付けが行われてきたってことですね。
まあ、ちなみにね、悠仁さまの誕生を標高 1500m の山頂で静かに喜びをかみしめていた人物がいるって形で紹介されていてね、それがこの川島達彦さんのお姉さんのようですね。佐藤豊子さんで長野県立科の山荘に住んでいるようです。この筑波大附属高校のね、合宿が行われた場所ですね。まあ、ちなみにね、この頃からこの昭島ご夫妻は公務が多かったようです。よくこの皇族の数が減ると公務をする皇族がいなくなるって形で言われてますけども、まあ、これもね、嘘のようですね。皇室での公務っていうのは一般参賀とか園遊会とか宮中祭祀が公務になるわけですね。法令とか法律とか憲法にも規定されてなくて、天皇陛下の国事行為のみが公務って形で記載されているようです。だからまあ分担するも何もね、天皇陛下の国事行為のみが公務って形になっているんで、天皇陛下の国事行為を他の皇族が代わりにできないからね、天皇陛下の仕事を減らすことはできないわけですね。まあ、この間このイギリスに行かれた時に代理でこの秋篠様がされてましたけども、まあ、それぐらいですね。ただこの一般的にはこの皇族が何をされてもそれはこの公務となってしまっているわけですね。穴行きを見ても公務ですからね。まあ、だからね、女性宮家とか皇族を増やして公務の担い手が増えてもね、まあ、別にね、やらなくてもいい公務が増えるだけってことですね。だからまあ公務を減らしたいから皇族を増やしたいっていう宮内庁が言ってるとしたらね、それはこの単に宮内庁の利権ですね。各省庁から宮内庁に派遣された閣僚が皇族にこの公務をお願いしてね、一つでも獲得できれば手柄になるわけですね。もちろんこの天皇皇后両陛下が国体とかそういったのは大手柄になりますね。今はこの昭島ご夫妻の公務を取ってきてもどこまでこの手柄になるかは分からないですけども、悠仁さまが生まれた時とかは昭島ご夫妻もね、人気がありましたよね。だからまあ公務を取ってきたら手柄になっていたんでしょうね。そしてまあ閣僚もね、手柄になるし、昭島ご夫妻も新たな悪さをする人脈っていうことで、まあ、ウィミーンの関係が出来上がってね、まあ、公務が増えていったんかもわからないですね。まあ、それがね、今ではこの昭島家から逆フォアの公務を取るのがね、まあ、仕事になってるんでしょうね。謝礼公務で昭島家が欲しい公務と皇族に公務に来ていただいたっていう形の実績が欲しい公務を探してくるという形の、まあ、マッチングサービスがね、今の宮内庁に派遣された閣僚の仕事になってるのかもわからないですね。まあ、小室さんのサポートとかも各省庁から宮内庁に派遣された閣僚がね、ウィスコンシン州へ再留学とか、まあ、そういった新しい作戦を提案したりとかして、まあ、実現したらそれもね、一つの成果として出世しやすくなるのかもわからないですね。まあ、だからね、公務を減らすために皇族を増やしたいっていう発言は、まあ、皇族をね、増やして新しい公務を増やしたいっていうことでね、まあ、それでこの手柄を増やしたいってことですね。まあ、この皇族は無理に増やす必要はないでしょうね。まあ、ここに関しては完全に宮内庁が利権を握ってるわけですね。それでまあ何でもかんでも関係なしに公務を増やしてきた昭島家がね、公務を頑張ってるって形の人たちがいますけども、まあ滑稽ですよね。まあ利用されてるだけだし、今では逆にね、それを利用して悪用してるだけですからね。昭島家は前例を踏襲しないっていうことで、まあ、どんどんこの新しい悪さをしてね、まあ、伝統を壊しまくってるわけですね。まあ、これもこの美智子様からのね、悪い部分を吸収したんでしょうね。天皇陛下を上位する時も本来はこの太上天皇と皇太后になる予定でした。それがこの上皇は略称として存在していましたけども、上皇后は存在しない名前だったのに新たな名称にしてしまったわけですね。まあ、昭島家に関しても天皇家にしても宮内庁のトップにいる梶子秘書大夫とか西村宮内庁長官が出向組だからね、まあ、任期の間はね、問題が起きないようにしているだけっていう形で、まあ、現状下の昭島家のイエスマンになっているんでしょうね。まあ、この構造に関してはね、問題ですよって形でだいぶ前から指摘をされていましたけども、まあ、それがね、全く変わってないまま来ているわけですね。まあ、宮内庁の SNS 担当を解説とかも、まあ、宮内庁の人間が担当するのかね、やったことがない部署だから、まあ、出向組が担当するのか、まあ、その辺はね、よくわかんないですけども、まあ、根本的にね、変えなければいけないでしょうね。まあ、この宮内庁に限らずね、航空警察も愛子様をクソガキって形でね、呼んだ職員を処分したんですかね。まあ、その後の報道が全くないですね。まあ、パワハラに関してもね、航空警察っていうのは原点主義のようですね。普段事件がなくてね、功績を上げる場所がないんで、まあ、徹底した原点主義のようですね。それがこの結果的に極端にこの部下の不祥事を恐れる器の小さい幹部が増えていてね、まあ、これ本来ね、不要な細かい指示まで行うようになって、それがこのパワハラにつながっているようですね。まあ、それでこの不審者が侵入してきた事件とかでも、公共内とかでは入門バッジをつけてない人物というのは宮内庁の職員という形で判断されていて、以前にこの声をかけて宮内庁職員に、ね、怒られたこともあったんで確認をしなくなったようですね。それでこの不審者を通したい放題という形で、まあ、侵入しやすい状況を作ってしまったようですね。この宮内庁と航空警察も協力関係を作らなければいけませんけども、まあ、監視カメラとかに関しても今はこの中国の監視カメラが日本中に設置されている状況ですからね。まあ、いろんな意味で皇室を守ってほしいですけども、まあ、どんどんこの警備にしても宮内庁職員にしても悪化していますからね。まあ、ここに意見できる人はいないんですかね。まあ、何か問題が起きてからではね、遅いし問題が起きてしまってますからね。まあ、ちなみにね、エトセトラジャパンさんがまたこの2年生 JD コースのことについて、まあ、続報を書いてましたね。
2年生 JD コースがなくなった理由としては法学の単位を振り返ってもらえるけども、まあ、かなりねきつすぎて脱落する留学生が多くて中止になったんじゃないかってことですね。まあ、留学生向け2年生 JD 特別コースっていうのはフォーダム大学だけじゃなくてニューヨーク州にも複数の大学で導入していることが分かったようですね。まあ、4大学がね現在もこのコースがあるっていうことですけども、この4大学に共通しているのがレベルが低いロースクールだったようですね。ただまあ募集要項には母国で弁護士を取得済みか、4年生の法学部を卒業したか、 ABA 認定の他のロースクールで LLM 課程に在学中か、まあ、修了した留学生って形で書かれているようですね。まあ、それでこの成績が極めて優秀な証明の書類ということですけども、まあ、これはねレベルの低いロースクールだから、まあ、この成績がねどこまで求めているのかは分からないですけどね。それとまあ学費を払う余裕資金の残高証明ですね。まあ、そこにねなんでこのフォーダム大学が手を出して廃止をしたのかということですね。まあ、そもそもね小物系のためだけの制度で、まあ、このコースをね受講したのが何人いるのかということですね。そもそもレベルの低いロースクールに集中しているということで、まあ、別の、ね、目的があるのかもわからないですね。まあ、そもそもねレベルが高い大学の生徒っていうのは LLM コースを1年勉強したらね司法試験に合格をしますからね。だからこのレベルの低いロースクールが2年生 JD の特別枠っていうのは2年間のうちにビザの抽選を獲得して、まあ、現地でね就職が目的なのか何か他の理由があるのかもわからないですね。まあ、ちなみにね、エトセトラジャパンさんは、さらにこのフォーダム大学への入学についてね、入学資格があるかっていう形の質問に、結婚発表会見での小室圭の返答でね、気になる点を指摘していましたね。それはこのアドミッションポリシーっていう形のキーワードで、法学部卒業生だけじゃなくて、同等の教育ってことですね。法学部を卒業していないことを認めて、それと同等の法学教育を受けたとして、フォーダム大学に入学が認められたってことですね。しかもそれがね、一橋大学院の夜間学校でお金を払えば誰でもね、入学ができる場所ですね。しかもそれがね、法学部で4年間学ぶことと同等って形で認められたってことでね、かなりこれ無理がありますよね。実際にこの一橋大学院にはテストがなくて入学ができてね、面接と小論文と書類があれば入学できるようですね。一橋大学院は法学部ではないんで、総合的な成績が優秀だからね、それでね、奨学金全額免除っていうのはどの成績が優秀なのかが疑問ですね。まあ、この同等というキーワードがね、一橋大学院のわけがないんでね、まあ、可能性があるとしたら、多くの総合事務所で仕事ぶりも加算されているのかもわからないですね。まあ、自分のミスを他人に押し付けたりとか、普通ではできないあらざを彼はやり遂げることができるって形で、ある意味この悪徳弁護士としては、彼に勝る者はいないって形で、まあ、太鼓判を押してね、推薦をしたのが、逆にこの好印象で素直でよろしいって形になって、奨学金が全額免除になったのかもわからないですね。しかもこの一橋大学院の国際企業戦略科経営法務を専攻していたのが、今はビジネスローに名称変更がされてますからね。そしてね、これまではこの企業に3年以上勤務経験も2年間に変更されてますよね。それで小室圭は2年も働いてないのに特別にこの入学ができたことですね。そしてこの本来は知的財産権とか弁護士ともね、まだこの別なのに、それはあたかもね、法学部を卒業したようになってるわけですね。どんな裏技を使ったんでしょうね。まあ、ちなみに、ね、佳子さまについては電撃結婚への決意ということで、まあ、現代ビジネスに記事になりましたね。まあ、今年の5月頃から急激に公務が増え出して日本工芸会総裁にも就任したってことですね。まあ、眞子さんからね引き継いだってこともありますけども、本来であれば眞子さんの結婚と同時に引き継ぐんですけども、いやいやね引き継いだのか、眞子さんへのサポートをするために引き継いだのかってことですね。まあ、ロイヤルニットって形で呼ばれてたんで、とりあえずねその印象をなくすためにね必死でこの謝礼公務を頑張ってるようですね。それとまあ結婚が近いから批判を防ぐために公務を頑張ってるんだろうということですね。眞子さんとは違って堂々とこの一時金をもらって結婚するぞって形の気迫が感じられますけども、眞子さんの例があるだけに、まあ、相手はね間違いなくどういった相手なのかって形で、まあ、身辺調査とかをしてんのかって形で見られてしまいますからね。まあ、それでこの小室圭の合格で結婚への逆風とかも弱まったからね、いよいよこの結婚を発表するんじゃないかってことですね。まあ、眞子さんと佳子さまはね仲がいいようなんでインターネット通話とかをしていてね、まあ、近況とかを報告しちゃってるようですね。まあ、税金生活でね満喫をしている眞子さんに憧れを抱いて当然でしょうっていうことで、まあ、相手に関してもね関係者の話ではすでにね存在しているようで、まあ、今年もこのバレンタインのチョコレートを用意したようですね。まあ、その相手は司会で振られたんですかね。ただまあ昔ね噂になった富士急行の御曹司とかの可能性もまだあるんじゃないかって形で、まあ、交際がね報じられた時には急いでこの海外に勤務って形で逃げたようにも思いますけども、今はこの日本にいるっていうことで、まあ、この可能性も捨てきれないんじゃないかってことですね。まあ、富士急行の御曹司になったら全くね問題ないでしょうけども、まあ、なかなかこの昭島家と両家が結婚するのはハードルが高いでしょうね。久様の裏口入学とか盗作作文にねアルコール中毒とか、紀子様の職員へのパワハラとかね、義兄が小室圭っていうね結婚するメリットは金ぐらいでしょうからね。もうすでに金持ちだろうし、富士急行の株価とかも10年チャートとかで見ても上がり続けていてね、業績も問題なさそうだし、むしろこの佳子様と結婚することで不正したりとかしてねデメリットしかないでしょうからね。
まあ、不正に協力してもらって株価が上がってるんだとしたら、まあ、話は別ですけども、まあ、そこまでの力も牧島家にはないだろうしね、ここに関してはないと思いますけどね。それとまあもう一人噂になったのがイギリスのレイズ大学の留学仲間の彼ですね。彼はこの小室家に似ているということで、まあ、現在この IT 企業を設立をしてね CEO ということで、まあ、なぜかね大手とかも支援しているようなんで、ここもこの小室家のように肩書きをね作らせるためにだいぶ前から支援しているのかもわからないですね。まあ、ここに関しては可能性がありそうですね。一昨年末にもこの彼と佳子様が結婚するんじゃないかって形で宮内記者の間とかでもねそういった情報が駆け巡ったようですね。まあ、その後はねうやむやになったけども、現在も連絡を取り合っているのは間違いないということで怪しいですね。ただ牧島関係者はねこの元彼じゃなくて新しい本命がいるって形で言われているようですね。コロナ禍の中で緊急事態宣言の合間を縫って友人グループが訪ねてきているってことで、まあ、その中にね本命がいるんじゃないかってことですね。まさにね、佳子さまはニューヨークに行ってみたいっていうことも漏らされているって形で、まあ、今後もね、牧島家の不正からは目が離せませんね。まあ、それにしてもね、佳子さまはどんな相手を連れてきますかね。まあ、さすがにね、小室家のようなやつは連れてこないと思いますけども、まあ、とにかくね、不正しないように見張っておかなければなりませんね。まあ、それにしてもね、悪いことをした人たちはみんな裁かれてほしいですね。あなたは誰が最初に逮捕されると思いますか？このチャンネルでは国会図書館とかで古い記事とかを取り寄せて、他のチャンネルではね見れないような情報とかも扱っているので、こんな記事を扱ってほしいっていうのもあったらねコメントをお願いします。まあ、そしてよければねチャンネル登録とベルマークをクリックをして通知の設定の方もしておいてくださいね。